ございます、こんにちは、こんばんは、アチェです。イースのパート29ですね。ダルゴファクト倒しました。当初はねパート40まで行くかなと思ってたんですけど、意外に早い展開で、もう少しボスかな、あと1匹ぐらいいるかな、中ボスが1匹ぐらいいるかなと思ったんですけど、いませんでして、ダルゴファクト無事倒せました。ここでね、終わり方なんですけど、ファクトの書増えてるんで、ファクトの書を読むんですよね。はい、ファクトの書。鮮やかな朝焼けの映える朝、突然あいつの追撃が止まった。なぜだかわからないが、これを喜ぶべきことだ。イースから災いが消えたのだから、再びあいつが現れた時のためにイースを結集した力をここに封じ込めておく。6冊の本を手にした者に力が与えられ、その者こそ平和を導く指導者となるのだ。あ、これでエンディングになりそうですね。15分の枠で終わればいいんですけどもね。朝日が昇ろうとしていた。空は次第に明るみを増し、塔の輪郭が浮かび上がってくる。解き離れたれたように鳥が鳴き始め、魔物の姿は潮の引くがごとく消えていく。アドルの心は旅を終えた充実感に満ちていた。全てが安らぎに満ちていた。その中で彼は長きに続いたイースの歴史を眺めている。本に書かれてあったことが次々と現れては消えていき、やがて女神の姿が浮かんできた。その顔はおぼろげだったが、アドルは不思議とその二人をよく知っているような気がした。アドルが静まり返った地上を見下ろすと、そこにはジェバの家がひっそりと立っていた。フィーナの記憶はもう戻ったろうか。地上へ帰ったら真っ先に彼女にこれまでの出来事を話してやろうと思った。どこからともなくまばゆい光が溢れ出し、アドルを包んでいく。まるでその光は彼を祝福しているかのようであった。で、終わりですかね。結構長かったですね。まあこれをディスク2枚組でね仕上げてるファルコンもすごいと思うんですけどもね。まだあったか。そしてアドルの新しい旅が始まるというので、これが2に続くんでしょうね。2ねやりましょうかね。そうね、やった方がいいですよね。やりたいっていうのもあるんですけどもね。ただその前にね、あと残ってるちょっとゲームを終わらしにかからないといけないんでね。あら、エンディングってこれだけ？いや違うな。そうこの曲がありましたね。ちょっとここからは黙っておきますわ。
と29ですかね、結構長いことお付き合いくださってありがとうございました。まあ、イース終わりまして、今スタッフローム見たんですけどもね、1987年ぐらいの作品なんですよね。今が2013年なんで、だいたい26年前ですかね、ぐらいになるんでしょうかね。まあ、今のね、若い人がこれを見るとね、かなり古そうな感じするんですけど、当時はね、なかなか大変だったと思うんですよね。まあ、この頃はですね、マシン語でプログラムっていうのが、結構当たり前でしたよね。まあ、今の、コンピューターでは逆にね、マシン語に近いのやっちゃうと依存しちゃう、機種的に依存する、ハード的に依存しちゃうとかいうことがね、出ると思うんで、できるだけ OS の上で走らせた方がいいという感じで、スペックが、性能が遅くなるんじゃないのかね、速度が遅くなるんじゃないのかなっていうところ、全部ハードウェアで埋めれるっていうのが今のね、流れなんでね。当時はね、ハードウェアが埋めれないんでね、マシン語の手を出してたという話もまあ聞くんで、まあですね、無事イースも終わりまして、次はイース2ですよね。イース2になるとかなりね、さらにパワーアップというかね、演出とかね、効果が、また曲もね、かなり良くなりますんでね、できたらまた始めたいと思いますけども、まあ、思ったよりちょっとね、道に迷いましたね。とにかく道に迷いましたね。イース2は道に迷いたくないんですけどもね、きっとね、1でこんだけ回ってたら2の方が確か広いんでね、また道に迷うとは思うんですけども、またもしよかったらですね、ね、やってみますので、お付き合いいただけたらと思います。でちょっとね、実際できたかどうかちょっとわからないんですけども、まあ、これちょっとね、このまま画面も動かないんでちょっとリセットします。あ、ダメだったかな。ダメだったかな。これはちょっとね、正直ね、エンディングまでエンジョイしないよっていう人はね、もうここから先見なくてもいいと思いますのであり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 と、なんかあったかな、ないかな、あ、ないな、ないですね。確かね、無理かな？あ、無理か？あ、いや、あららら、ノーディスク。私の記憶がね、正しければかな。あ、ダメだな。どうだったっけ？ちょっとね、ディスク B を入れて、あ、ダメだな。いや、実はですね、音楽のね、ディスクの入れ替えでですね、音楽曲がね、聴けたと思うんですよね。未公開っていうか、ボツになった曲がね、それちょっとやってみたかったんですけど、ちょっとね、ダサくて、私がダサくてですね、できないですね。確かディスク B やったかな。ノーディスク。で、ディスク B。あれ、2じゃなかったような、1だったよな。あ、ダメですもんね、これね。ダメですもんね。1入れちゃったら。よいしょ。あ。これ、ちょっと申し訳ないな。ダメですわ。はい、もうリセットがね、ガンガン入ってるんですけどもね。これで普通のワンが立ち上がりますよね。あ、
というわけでダメなんで、あ、すいません。まあ、今回でちょっとね、イース終わったということで、次回何かまたあったらあげようと思いますのでよろしくお願いします。以上アチェでした。どうもありがとうございました。